ただここは群馬がまたマイボールにします。さあ前半最後の攻撃となってくるか、群馬三永なんとかボールフィニッシュまで持っていきたいところですが、いいのさあかわしに行く、いいののクロスが入ってくる、カット純也、なんと前半アディショナルタイムヘディングシュートは加藤純也、前半土壇場の先制劇です。ザスパクサツ群馬加藤純也、いやーいいののクロスもよくここもいいの仕掛けて頑張って、そして加藤純也のヘディングシュートがネットを揺らして、このプレーを前半ラストに今前半終了のホイッスルです。まさに残りほとんどないという前半の中で群馬が先制、加藤純也が決めています。ヘディングシュートを決めてアウェーの群馬